はい、皆さんこんにちは、やすろです。前回紹介した、ガオークですね。僕はガルオークって言ったんですけど、ガオークバルキリーが、正しい発音の仕方だということで、指摘されました。そしてね、前回言ったようにここにね、接着剤。接着剤とここにツール、タミヤのツールですね。何ですか、ニッパー、それと、ヤスリ、そして、ピンセット、そして、プラスマイナスドライバーというふうに、セットで入っているものなんですけど、これらを購入して、で、接着剤はね、タミヤのセミントってことで、これで、製作することができるんですけども、一つ問題がありましてね。というのも、このガオークに使う、塗料なんですけど、1番から始まって、随分と塗料が必要なんですよね。これはね、非常に私のところでは経済的にどうなのかなってことで、今回は何ですか、部屋の中が辛辣臭くなるのが嫌っていうので接着はしないよってことだったんですけども、こういうふうに、見てみますと、色を塗ることが前提に作られているというふうに考えまして、どうしたもんかと。で、はっきり言いまして、これらをね全部用意するとなると、いや、それは相当なお金がかかるよということで、今回は、当初の計画通り、このガオークは、着色なしでやっていこうと思います。着色なしでも結構な、出来栄えになると思うんですけど、見ている人にはね、じゃあつまんねえよっていうふうに思うかもしれないんですけど、ちょっと経済的な理由からね、着色は難しいということになりました。それと、プラモデルを作っている ドラマでも言ってるんですけど、プラモデルを作るのは自由だというふうに、言われてまして、自由ならいいかと。自分の自由に作ればいいかなということで、今回は着色なしで、この、ガオーク、バルキリー、これらを作ってみたいと思います。そんなところで今回はこれで終了です。お疲れ様でした。さようなら。